よし、よし、よし。さあ、はい、プロ野球開幕3連戦を終えて、はい、続いてパ・リーグの方、パ・リーグですね、飯塚さんの見解を、あ、まあ、4月3日だけどね、4月3日、今、撮影時点、うん、ないですけども、はいはい、まず下からいくと、はい、まあ、オリックスが当たったチームが悪かったな、はい、あ、まあ、開幕3連戦、本当にいい試合やってたけど、そうですね、1つ引き分け挟んで連敗。はい、後一つはサヨナラ満塁ホームランとか、あれはやっぱ大きいな。そうですね。で、昨日はソフトバンクに国負け、はい、まあ、当たってるチームが悪いよ。上位を狙う、完全に、はい、そういうチームと開幕一つも勝てないで帰ってきて優勝候補と当たるとこうなるっていう、はい、で開幕から3連敗したチームは優勝がないという、うん、ここ10年のデータがすると、はい、もう終わってるという。もうじゃあもう。早い早い早い。ないってことですか。いや、優勝はね。優勝はないってことです。いやいや、でも分かんないですよ。優勝は厳しい。まあ分かんないけど。ただやっぱり出遅れの一つの原因としたら吉田が全くダメだったということだね。ヒットは一本出たけど、はい、彼らしいバッティングは見せれなかったと思うのでね。でね、やっぱちょっとちっちゃいわ、選手が。あ、全体的にですか。いや、大きい選手もいるんだよ、はい、出てる選手がちっちゃい、ちっちゃい、福田とか、ね、いい選手ですけどね。いや、いい選手なんだよ。たださ、なんかダンプカーに軽自動車でぶつかっていくみたいな、でもそんな感じに見えるんだよ。ダンプカーでも速いやつは走るからね、はい、柳田みたいに、はい、だけど軽自動車がピョーンと走ってるみたいな感じ、なんか吹っ飛ばされるみたいな感じが、なんかそうする、あ、なるね。で、セーブ、はい、これも当たった時は悪かった。そうっすね。いやー、これ山川の満塁ホームラン追いついて初戦だよね。あそこでやっぱ勝ち越さないかった。そうっすね、あそこ勝つ流れでしょ。勝つ流れだったね、流れはもうミスミスやっちゃったからね。いや、もったいなかった。これも3連敗して帰ってきた。これ優勝またね。まあ、データの、まあ、データが出るとね。でもまあ、昨日はいい勝ち方でしたね。で、ロッテ。はい、ロッテ。惜しい試合が多すぎるから。で、藤原を使ってる。はい、確かに藤原は面白い存在、はい。でも、ドラミちゃんが言ってるように、はい、ちょっと中堅からベテラン使った方がね。スタートダッシュだから、はい、大事ですもん、うん、大事だから、うん、そこらへん若手に目が生かすよりも、はい、ベテランをもう使った方がいい。あれドラムちゃんに寄ってるけど寄ってるけど、いや、そういう展開なんだよ。なるほど、実際だからその藤原でも、まあ、まあ先頭で回ったりだとか、そのランナーいるとか、はいはい、回ってくるじゃない、はい、これやっぱりこう必死に流れてくるから、プロのピッチャーがね、はい、やっぱ出したらいいから、はい、こう抑えたら、抑えないと点になるとか、うん、そうなった時にやっぱベテランとか中堅の、うん、やっぱ力、経験値、あ、そういうのがいるかなと思う。いや、藤原を置いといていいんだけど、はい、で、必要な時、はい、まあ、例えば守備型になったっていう、まあ、ポンと使ったりとかしてもいいけど、ちょっとドラムちゃんが言ってんのが分かる。すごい、すごい、すごい。だからもったいないもん。じゃあすごいっすね、ドラミちゃん。そのうちチームに帯同してそうですね。ドラミちゃんのことバスケですよ。やめてよ。ちょっと待って、いやいや、ベンチ裏に出ましたみたいな。今はダメですみたいな。ひっくり返ってたよ。いや、それで、面白いですね。楽天。ああ、楽天。はい。まあ、ここまでの流れはいいよね。まあ、もう悪くない。はい。則本騎士が離脱したんだよ、ね、いやこれはもう、いや、これは一大事だね。めちゃくちゃ一大事ですよ、これは。日本柱っすね。はい、でもよく打ってんだよ。いや、でもクラッチだっけ。クラッチでしたっけ。新外国人新しい、ね、あれは多分打つと思う。打つですね。ペレーロも感じしますもんね、最初は。そうだよな、はい、いや、だから期待感はあるんだけど、いかんさん、やっぱりちょっと駒が足りないんだよ、今は。いいけどね、まだ一回りしてないから、ローテーションが。今はいいかもわからない、ちょっと苦しくなるかな、この先ってことですか。だから相当打たなきゃいけない。あと、どうだっけ、2チャーム。2チャーム。あ、2チャーム。やっぱり2チャームは、まあ、中田翔とか、うん、イスタと切ったし、やっぱ、コンちゃんがやっぱこう、つないでる。いや、いいっすよね、めちゃくちゃ。打ちますね。うん、
でピッチャーもまあまあそこそこかなって思うし、はいはい、やっぱり試合巧者だよね、うんうん、だから安定して戦っていけるなっていうのをちょっと見せてくれたよね、はい、でソフトバンク、はい、まあ、ギータだよ半端ないないやもうもう簡単にひっくり返しようなあいつ一人で全部やっちゃいますねで一人でゲーム決めてるからあいつはやっぱ避けないかいやーさっきはすごいっすあれとまともに言ってたんだよ話になんだからなやっぱ強いわで今宮も2本ホームラン打ってるしな打ってますよねいや俺はもう開幕スペシャルでさ、はい、予想の中に、はい、やっぱ中村の離脱は、うん、打線の流れを悪くするんじゃないかって、はい、これは大きく響くんじゃないか全く感じない解説じゃなかったですよねおらんかったのも知れ忘れさせるよねすごいっすよね中村が焦ると思うよ俺なんかみたいな思ってきた時に確かにいや俺の力は何だったんだいやーでも、まあ、だから怪我人を出さなかったらねはいまあ、ソフトバンクはもう余裕で暮らすんで入るね、まあ、優勝とはまだ言い切れないけど始まったばっかり、はい、だけど A クラスにはもう間違いなくまあいいスタートはい切れなかったけどはいまあまあこれから巻き返してください まだまだこれからですよねはい、はい、ありがとうございました。